陰居が既得権益をぶっ壊すということで動画を作っていただきましたけどもねまず私の主張を申し上げます私はねアフィリエーターをやってきてアフィリエートをやってきてずーっとアフィリエートを紹介してくれる ASP さんっていうのがいるんですよ非常にお世話になりましたでもこれ ASP さんの中には既得権益ののともも言えるものがありますその ASP に切られると広告案件を全く送ってくれなかったり送ってくれても承認をむちゃくちゃ渋くやるんですよ でも既得権益にこうやってやるとね極端な話ですけども結構審査緩くしてくれたりとかねこうなんか高収入案件を送ってくれたりするんですよでそう言って高収入案件を送ってもらうともうおはや塩漬けですなぜならこれすいませんすごく売りにくくってお客様にリスクのある商品なんだけど報酬高くするから紹介してくれませんか久保さんのメディアでってなるとね多分私のメンタルがもう既得権益側だと分かりました皆さんに紹介しますみたいな感じで 視聴者さんを信頼させる動画をどん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 作ってねで2週間後くらいにこれですよーってバンって投げると思うんですよで私は報酬を確保そして商品サービスを紹介された方は全滅という形ですよねで全滅した暁にはいや投資は自己責任ですからみたいなねこれよく聞くパターンでしょねうん自己責任ですからとかね情報を取ってますか状況を自分で分析するんですよみたいな感じでサポートしないとかね 私は情報を流しただけですよと。別にこれをやれなんて命令してませんよみたいなね。開き直ると。それを繰り返していくんですよ。で、そういうふうなね、うん、アフィリエイトっていうのは私は非常にね、違和感を感じてたんで、最初は分からなくてやってた時期もあります。2013年から始めて、2015年まではよく分かんなかったです。こういうもんな,もん,なんだろうと思いました。でもですね、あまりにも紹介した商品で利益を出してる人がいない。 あの被害を受けてる方がいるっていう現状を業界全体目の当たりにしてねなんだこれやと思ったんですよ試しに私も買ってみますよね誰かがすごく信頼してる人が紹介してる人に買うじゃないですかでトンズラするんですよそれ商品売った人がいやこれひでえなと思いましたねあの100万ぐらいの商品ですよで生徒さんも100人ぐらいいるんですよだから1億円を抜いてバックれてるんですよいやこれはひどいなと思いましたねじゃあもう私はね自分で責任の持てる自分の発信とか自分のサービスだけを 紹介していこうと思ったんですよそして今投資暗号通貨この辺りでですね当然今でも私のところに紹介案件たまに来ますもう以前ほどは来ないです私が紹介しないと分かってるんでもしくは紹介案件送ってくるじゃないですかうわー詐欺の賞金案件来ましたよって紹介するのがもうバレてるんで私のところに久保さんこれお願いしますみたいなのも来ないですね 人を介してくることあります普通の人を介して「久保さんこういうの知ってます?」「私はログインしたんでアカウント作ったんで久保さんも私のダウンで申し訳ないけどもこれ紹介してくれたらあの久保さんも分かりますわみたいなこと言うんですけども「やりません」と言いますね。うんであのあらゆる投資の商品っていうのは何で人に紹介するかっていうと手数料で自分の利益が確保されるからなんですよ。ねひどいでしょだからこういうことを私はね訴えていきたいし私に また投資案件を紹介してくれた方がいるとしたらその人の顔を潰すかもしれませんけどもこんなインチキなもんが来ましたよとあやふやなもんが来ましたよとあやふやかどうかは皆さんが判断してくれればいいけど私は絶対やりませんからねとこんなもので儲かるわけないです儲かるのは運営の人ですっていう風なね、ネタ話をしながら紹介することがありますだからここんんな紹介するんで私のところに アフィリエイト付きの案件なななんてて持っくくる人いなくなりますよねいやそれででいいんですよそうやってアフィリエーターが責任の持てないようなものを発信しなくなったら業界ってすごく綺麗になると思います。まあそういうことをね私はこれからも折に触れてお話していこうと思います。と同時にですねあの情報を受け取る側も賢くなってもらいたいんですよ。なんでそんなものにお金を突っ込んじゃうんですかってね。 そこに30万50万とかってよく出せるなって私でもやらないものをねはばかりながら私の方が投資のレベルは上ですよ上なのになんでね投資の初心者たる人がそんな30万50万突っ込まないといけないものいくんですかみたいな感じですよねうんだから私はね FX をまずやった方がいいと思います FX でいろいろ学べるんですよしかもお金まで稼げます FX っていうのは360度無色透明で誰の意思も入んないんですよ同じところであの年間でね1億円稼ぐ人も 年間で100万円負ける人も同じところでやってますからこんなにいいところないでしょでその中にツールとかなんかいろいろねい、ね、らないんですよもうチャートと価格を見てるだけでその利益なんて取れていけますから逆高を覚えれば十分です <laughs>、ね、あのブックオフで100円で売ってる本で今110円ですかあれ買って読めばそりゃ勝てますよ本当に勝てますからねなんで勝てないかっていうとやってないんですよ本買っただけとかねなんか読んだだけみたいな分かった気になってるだけとかね で私ですらいまだに毎日毎日相場解説してそれでも外れることがあるとうまくいくときは追加放送するみたいな感じでめちゃくちゃ分かりやすいじゃないですか。ね、あれと同じことをやっていけばそれはね覚えていきますよ本当にあに誰かに教わらなくてもできます。でもある意味自分を知った激励してるくれる人が欲しいなと思うんだったらそっかじゃあのーね、プ,塾プレミアムじゃないですけどもそういうふうな。 FX の塾にはは入ることはお勧めしますでも入らなくても自分で自分のことを決断叩けるんだったら入る必要はありません。やることはすごく単純ですから必要な単語を覚えるでデモトレードをやる資金を入れるマインドを作る。 それ終わりじゃないですかもう全部明かしてるんですけどもなのにね FX のツール買ったんですけど久保さんこれどう思いますみたいな質問はもうやめてくださいね今度はバラしますからねそんなこと私相談してきたら <laughs> こいつがこんなこと言ってますみたいな <laughs> まあ冗談ですけどね、えー、いろいろと、えー、試していただくのは結構だと思います試せば試すほど何もいらないってことが分かると思いますではですね最後にヨシックスさん本当に、ね、今回動画を作っていただきましてありがとうございました私の気持ちを本当に代、えー、弁してくださって嬉しいです こういう動画ね、えー、本当に私のことをどんどん紹介しろとは言いませんので、本当に、ね、この人はあの自分と気が合うんだと、この人は学ぶところが多いんだっていうものをやっぱ発信していくってことは、私もそうです、やりますしね、ヨシックさんのこと素晴らしいと思いますし、ヨシックさんも私以外のこの人はすごいなっていう人を、ね、どんどん紹介していただければ、この YouTube の業界っていうのも正しい人であふれて、おかしな人は誰も紹介してくれない、拡散してくれない、シェアしないってことになっていくと思いますので、お互いに賢い目を持ってね、やっていきましょう。それでは。 既得権威をぶっ壊す